韓国から指名手配されてます、葛飾区議会議員、日本国民党代表の鈴木伸之です。今日はね、早朝から靖国神社来まして、管理課と次回清掃奉仕の打ち合わせ申し込みをしてまいりました。次回は来年令和3年の、2月28日月末の日曜日で、許可いただきました。靖国神社は何といっても幕末戊辰戦争以来ですね、日本のために命を失った国事殉難者をお祭りしている神社です。こちらへね、全日本国民でこの神社をお守りする、日本国内の反靖国の動き、また、中国韓国北朝鮮のね、反靖国、天皇陛下の行幸、首相閣僚参拝をね、反対する声、これを何としてもね、押し切るというより封じ込めてね、そして、日本人、すべての日本人が、この英霊の皆さんの御霊をお祭りする、このことをね、実現したいと思います。清掃奉仕、来年もね頑張ってやってきますので、どうぞご参加よろしくお願いいたします。今日の靖国神社、イチョウ並木綺麗ですよ、ね、綺麗になってます。さあ、これから議会に行かねばですから、議会行ってまいります。